室積虎光は戦国時代の武将。甲斐の戦国大名武田氏の不大家臣。文語守る。聖は室積とする記録も多いが、近年では自筆資料に見られる筆獣が採用されている。意味名に関しても虎帝あるいは小聖とする説もあるが、確実な同時代文書の安藤寺文書によれば虎光とされる。用紙に室積虎則がいる。 信頼できる資料が不足しているため、晩年以外の経歴については、不明な点が多い。山梨県海志竜王の祐戸山寺正治の開祖は、自伝によれば、海山の神王周美と共に開守後、武田信正の諸子である、諸角正清で、正清は、諸角虎貞と同一人物であるとも、考えられている。書伝によれば、虎邸の少年は、 文明十二年であるとも言われるが、黒田元木や柴辻春徳らの研究者は疑問視し、時代の人物である可能性を指摘している。紅葉軍艦によれば、諸角寅貞は、信政の孫の武田信虎時代から同心五十鬼持ちの侍大将として使え、オ布虎政などと並び称賛されたという。信虎追放後はその後、武田春信に使えた。 室住虎光の確かな資料における所見は、工事3年の共振戦納入に際した、武行人連署手形であり、工事年間には、秋山虎重と共に、信玄に美の情勢を報告している。武田氏の品野信仰に際しては、品野国衆と共に、品野柏八条を守備している。a 六四年、第四次川中島の戦いに出陣し、討ち死にした。 一時噛みすぎ方に首を取られるが、より気のなる瀬正一と、石黒五郎兵衛が取り戻したという。方名は、知見義勇子寺、または、自称児殿、の、義清全城門。後式は、嫡男の少主が継ぐが、少主は、元気元年、原人志郎と争いによって解役された。以後、室住氏の名は資料には見られなくなる。ありがとうございます。